おはようございます。今日は3月19日金曜日です。ちょっと用事があって志賀高原山の駅蓮池にあります。あと今年できたパルスゴンドラがあちらにありますねに来ています。実は私、熊の湯スタッフのめめです。おはようございます。実は私元ここのスタッフでして、今シーズンから熊の湯に来たんですけど、今日はここから熊の湯スキー場までの道のりを移していきたいと思います。
大泉さん、これ何ですか？新しく入荷したクマティです。クマティ来たの？来ましたよ。やった。え、新しくって色も違うってことですか？色変わりましたね。まだね、準備中なんですけど、今までね、このクマティ、ちょっとこの足跡ついてるやつが、色ちょっとね、今ね、着てるやつオレンジ、私のね、着てるやつね、ちょっとカラフルな色だったんで、ちょっと大人向きな色に変えたので、なるほど。で、クマユキ T シャツの方で割と好評だったからね、バーガンディとかね。そう、バーガンディね。それ私も持ってる。ね、黒、うん、で、体調おすすめで大人気だったんで、おすすめのやつのグレー、はい。ね、あとね、ネイビー。ネイビー、あ、いいね、ネイビー。入ったんで。これで新しいので新色になります。わかりました。え、ちなみに S と L 両方あるの？あります。で、クマユキは今までと同じ。今までと同じよね。はい。ブルーグリーン。いくらだったっけ？2000円ね。はい、クマティもクマユキティも。で、今回は、クマティの方が足跡ついてて、クマって書いてある方が大人な色がいっぱい増えたよって、そうです、お客様のご希望通りってことですね。わ、はい、かりました。それでは皆さんご購入ください。はい、